ップから面白い音が出るよ。まず紙コップに穴を開けるよ。次に先っぽを取った爪楊枝でこの穴から抜けないようにするよ。下の紐を引っ張ってこの紐を水に濡らすよ。水に濡らしたら面白い音が出るよ。ちょっと大きい音が出るから皆さんびっくりしないでね。いくよ。紙コップでもいろんな音が出るから皆さん試してみてね。